こんにちは、土岡です。今回の動画はね、もうすぐポケモンの映画ポケットモンスターココが、公開されるんですけど、それのですねスペシャルボックスを購入したので紹介したいと思います。このボックスは映画の前売り券が入ってて、これはセブンイレブンのネット通販限定で購入できるセットなんですけれども、価格3950円で、丸飲みされたピカチュウ、すごい名前でしょ。多分映画で出てくるのかな、丸飲みピカチュウっていうのが入ってて、それと映画の前売り券が入って3950円という値段です。映画の前売り券がついてるので、まあ実質2000円ちょっとって感じでしょうか。それじゃあポケカパックも入ってるんで、ちょっと楽しく開けてみたいと思います。はい、中身はこういう感じで開けるんですね。ウィーッとババン、ほほー、おー、いいね、いいですね。これが丸飲みされたピカチュウなんですけど、これが実はですね今すごいことになってるんですよ。もう購入できないんですけれども、発表されてからだいぶ経った後に、あ、そういや、セブンネットで出てるなっていうことで、結構遅めに買ったんですけれども、もうすでにですね、これ今、昨日受け取ってきたんですけども、もうすでに今ですね、これ見てください、丸飲みされたピカチュウとセレビーコインが、まあ、6200円で売られて、何これ、もう売れちゃってると。みんなもしかしたらこれ気づいてないのかもしれないですね。セブンネットはですね、ポケモンの映画やるたびにですね、こういうセット、ポケカセットみたいなの売るんですけど、これ僕昔も買っててですね、そのリザードンが今ですね、こういう感じでね、こういう感じで、高くなってるんですよね。これも6000円とか、もう映画ただどころか、あのお得になっちゃってるみたいな。まあ売らないですけど、僕可愛いね、これウに食われちゃってるピカチュウ。こう全面のフルアートじゃないんでね、そんなに価値なさそうですけど、結構ねみんな欲しがってるっていう感じですかね。で、色違いセレビーのコインで、これが1400円って感じですかね。前売り券1400円、見に行きますよ、楽しみです。ザルードかなんかのメザスタのやつがもらえるんだったかな。さあ、そしてパックあるんでね、開封していきましょう。ちゃんとですね、シャイニースター V まで入ってるんですね。さあ、それじゃあ普通にね、カードは開封していきましょう。ここでまあ当たればさらにお得みたいな感じになるので、開封をね楽しんでいきたいところです。はい、ダンバル、ラクライ、ツボツボ、ツボツボ、バトルで外役ツボツボ、おお、かっこいいじゃん、ゼルネアス、レアの、レアのゼルネアスですかね。ルガルガンにバチンウニ、ゴツゴツメット、ゴツメ、こんな感じなの、ゴツゴツメット、何が入ってるかね、この伝説の鼓動ちょっと分かんないんだよな。ペラップ、ヤンヤンマ、バチル、あら、かわいいね、レジロック、で、これがレア枠、ナシー、ルカリオ、ポケモン入れ替え、次は、仰天のボルテッカー。ちなみに仰天のボルテッカーは、ピカチュウの HR とか当たればメチャードになります。1万ぐらいだとするもんね、あれ。当たんないかな。タタッコ、オースバメ、サシカマス、おお、ネギがないとブーイ、一応ダブルレア枠が当たりましたね。ネギがないと、ガラルネギがないとだ。バクング、そしてドリューズ、マグマック、ヨワマル、リザード、キクルス、キルクス温泉、あー、いいな、温泉入りて。まあ熱いのはシャイニースター V だからね、シャイニースター V に一番期待していこう。ガラルニアス、土にカムカメ、ジュラルドン、ミラーカード、レアカードね、大剣気。さあ、ここですよ、やっぱ主役は。これ2パックだけで1000円かかってますから。さあ勝負だぜ、 SR、 SSR 来てくれよ、いきます。サシカマス、ドラメシア、レドウムシ、まずトレーナーのネズ、はい、ヒヒダルマに、ういキャプチャーエネルギー、うう、カブコケコ、気合あるな、もうほんと、あの SR とか UR 出てくるからね、ふっ、おおSR 引きましたよジムトレーナー、ジムトレーナーなんてあるんだ、知らなかったマリー来てくれよ、頼むよジムトレーナーですね。なんとこちらお値段399円、ふざけるなSR 枠当てたのに、
ちょっとがっかりみたいなね。まあまあまあ、でも SR ですから僕嬉しいですよ。持ってなかったんで。で、メタモン V と、そしてガルルバリコール。いやー、 SR まさか当たるとはな。2ボックスに1枚のとこ引いてきちゃった。さあ、あとは SSR とか来ればワンチャン超嬉しいみたいな。さすが SR はもう来ないだろうね。メッソン、ロトム、ラビフット、すごい傷薬、シンボラーにピクシー、 S 版、あー S 枠欲しかったな。あー、私らがブーイ叩くこと、残念無念。ということで今回はですね、この丸飲みされたピカチュウと、まあ、ジムトレーナーが、まあ、メインだったかなという感じです。このね、もう丸飲みされたピカチュウだけでだいたい5000円ぐらいの価値はあるのかな。最低でもまあ5000円ぐらいの価値は今のところあるといった感じだから、もうこれ1枚でもうボックスのね3950円はもう賄えちゃってるっていう人気ぶりなんですけれども、このねプロモカードはまあ大事にね、ケースにしまっていこうかなと思います。ということで皆さんはね、映画見に行きますか？もしね、ポケモンの映画覚えていたらですね、次回作はこうセブンイレブン限定のですね、こういうプロモカードが入った前売り券買うと非常にねお得になると思います。ということでポケカの動画もね、ちょこちょこ出していくと思うんで、よかったらまた次も見てください。それじゃあ、土の子でした。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録まだの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。